現役に対する臆病視の特徴って何ですか？特徴？まあ、昔はね、前向いて1対1仕掛けて、裏抜けもしてっていう感じだったけど、今はもう本当に動き出しを極めてみたいな。でも本当技術も高いですよね。あと気持ち？何より。絶対負けないとか、俺が絶対点取るから、俺の動き出し見ろっていう。往年のストライカー感と現代フットボーラーの間みたいな感じですよね。そうそう。で、時々ちょっと感情が勝っちゃって、問題行動も起こしちゃうみたいなね。あとは、ね、常本見たいですよね、鹿島のでしょ？うん。前見たときいい選手だなって思いましたよ。あとは、